どうもこんにちは、ワルサギです。こんにちは、リサです。みずみ TV へようこそ。ママ、はい、推しができました。ママの推しとはね、ちょっと違うんだ。ママの推しといえば、ママの推しといえば、動画を見て、キャラデザを見て、新グッズいっぱい発売されて、イベントとかいっぱいやって、グッズ買いまくる。楽しい。そういうんじゃない。何？その人のことをもっとよく知りたい。ちょっとストーカー気質な感じの推しです。気持ち悪い。気持ち悪くない。ストーカーは気持ち悪い。ストーカーです。それは止めた方がいいかな。止めないで。なかなか会いに行けないから。そっか。どっちにしろ会いに行けないから止めないで。ああ、怖い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 。いつか電話かかってくんだろうな。おまわりさんから。みずみゆ TV の動画にも何回か登場してるんですけど。うん。ピーナッツくん。ピーナッツくん。ピーナッツくん。あとね、ポンポコ。タヌキ。略して。うん。ポコピー。知ってる？ポコピー。ヤマピーなら知ってる。うるせえよ。ヤマピー一人でしょ？一人。ポコピー、2匹。2匹か、引きか。ピーナッツは引きなんだな。そう。それでいいんだ。2匹。わかった。さあ、じゃあ、ポコピ、何がいいかって、二人のトーク。おー。そして企画。バーチャル YouTuber なんだけど、二人は珍しく動画勢です。バーチャル YouTuber って、基本的には配信をたくさんやるのね。うん、毎日のようにやって、視聴者を集めるから、どちらかというと、ライバーと呼ばれている部類なんだけど、おー。この二人、もちろんね、最初ね、配信勢だったの。うん、鳴かず飛ばず、うん、で動画に切り替えたのね。おう。そしたらよ、もう伸び伸びです。じゃあ編集もうまいってことだね。要は編集もうまいね、うん、ちなみにポンポコが編集してます。サムネはピーナッツくん。うんうんうん、まあ、もちろんねポンポコは動画の編集とか頑張ってやってるんだけど、ピーナッツくんの方はもともとアニメを出してたの、チャンネルで。で今は音楽です。めっちゃバズってっから。トーピークリスマスっていうのがあって、うん、一昨年、まあ、去年の最初かな、うんうん、流行ったトーピークリスマスっていうのがあって、うん、それ P はピーナッツくんの P だから TikTok で大バズりした。じゃあみじみゆも知ってんのかな。あ、絶対知ってる。おお。なんなら、うん、うちの車音楽流れます、トーピークリスマス。あいつもきっとママが飛ばすやつだ。ひどい。いつもそうだよ。俺がやれた曲などでピッ飛ばす。飛ばします。というわけで、はい、ピーナッツくん、だからポコピーポップアップストアやってました。ええ。渋谷で。知ってる。一緒に行った。ですね。後ろに流しておきましょう。渋谷のスクランブル交差点の目の前にあるツタヤ、うん。あそこでポップアップストアをやってたんですけど、いやーすごかったな。すごかったね。YouTuber だったね、あそこ。その中でも、もうね、銅像とか置いてあってさ。あった。いっぱい写真撮っちゃった。うん、パパのテンションが上がってた。もう一人いたね、写真撮ってる人。あ、いたいた。うん。お互いちょっと譲り合ってる感を後ろから見てた。へへへ。声かけようかなと思ったけど、俺まだ新参者だから。ポコピー新参者。ああ、ちょっと。まだにわかだから。そっかそっか。一応ね、動画全部見た。それすごいよね。え？それできないわ。やって？やらない。なんでやらないの？好きな人のことは全部何でも知りたいでしょ。ストーカー気質じゃないからさ。うわー、今全国のストーカーをバカにしたね。ストーカーは別に肯定しませんから。いいけど、まあ、推しのことはね、俺はよく知りたい方なの。あー、怖い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 。だから動画も知りたいし、うん、なんなら中の人も気持ちが悪い。自覚あります。というわけで、そこのね、ポップアップストアに行ってきたので、ちょっとしたグッズは買ってきました。うん。ママみたいにね、アクスタとか買ってないよ。俺、アンチアクスタだから。はい、まず最初はこちら。わ。クリアファイル。いやー、このね、デザインが素晴らしいね。渋谷っぽい。渋谷っぽい。このカラフルな感じが、渋谷ピカチュウを思い出す。あー、これね、うん、ポコピーランドなんだよね。あ、そうなんだ。そう、裏見て。裏見、ポコピーランドって書いてあるでしょ？ポコピーランドってものがあるの？そう。ドズル社はさ、クラスターっていう世界に入って、うん、そのドズル社の世界に入れたじゃない？うんうん、ポコピーランドは VR チャットっていうサービス。おー。その中にポコピーランドっていうのがあるの。このデザインの遊び場があるんですよ。へー、もう入れないの？入れるよ。お。期間限定とかじゃないから。パパやんないの？やったよ。やったのね。遊んだ遊んだ。おー、楽しかった。めっちゃ楽しい。へー。ただね、俺のパソコンだとね、まだちょっと重たいんだよね。あー。ポコピーランドが開園した時にできたデザインがこちら。あー、でも可愛いよね。めっちゃ可愛い。あれ、こんなにピーナッツくんって可愛かったっけ？可愛いじゃん。いや、なんかもっとさ、ね。そういうこと言っちゃダメです。このデザイン可愛いと思う。このデザイン可愛いよね。ポンポコも可愛い。だから、クリアファイル買いました。あー、いいと思う、うん。このデザインのやつはね、もうこれしかなかった。あ、そうだね。グッズ自体もね、そんな数多くあったわけじゃないから。で、もう一個どうしても欲しかったのがあったの。あ、これが欲しくて、伝えに行きました。行ったね。こちら。ポコピーマガジン。へー、本だね。本だよ。
今までいろんなところに旅行に行ったりとかもしてるし、もちろん部屋の中でレビューしたものとか、ポンポコが好きな百均とかね。あとピーナッツくんは町中華が大好きだから、そこら辺のレビューを本にしました。あ、でもそれはなんかいいね。動画って探すの大変じゃん。このやつ見たいんだけど、どこにあるっけみたいな。うん、本だとパラパラパラって探せそう。そう。うん、それすごいいいと思う。めっちゃいいよ。うん。まあ中に見せらんないんだけど、例えばそうだな、旅行に行った時のそのラーメンとか美味しかったもん。うん。そういうものを載せていたりとか。うん。海外。海外にも行ってんだ。めっちゃ行ってるよ海外。すごい、モンゴルって書いてある。モンゴル案件で行ってるから。すっご。なんなら今も行ってるから。モンゴル？モンゴル。この収録している時に百均ダイソーね。いいね、ちょっと後で見ようかな。こういうのが収録されています。ママいつもアクスタっていくら？いつも普通のサイズ1500円ぐらいかな。そうだよね。うん。この本。うん。1500円。同じ価格です。まあアクスタもね、毎日見るから。どっちもいいってこと。大人だな。大人の意見です。大人すぎるな。というわけで、この2つだけ購入してきました。うん、アクスタ良かったの。アクスタいらないよ。ポンポコのアクスタしかなかったもんね。そうなんだよ。ピーナッツくんなかったもんね。そう。あのね、ポンポコね、アクスタね、しかもね、ポンポコじゃないの。ね。あれガチ恋さんだから。ちょっとよくわからないけど。ポンポコの、まあなんだろうな、フォルムチェンジみたいな。そんなものがあるの。そう。おー。喋り方も変わるし、激辛が大好き。うん、あと虫食べる。虫食、ポンポコ虫食べんの？ポンポコ虫食べれるの。食べれる子なの？そう。なんなら虫コラボしてるから。いや、ちょっとよくわかんないけど。虫コラボ。コラボしてんの？虫とコラボしてんのね。そう。タヌキと虫コラボしてんのね。そう。コラボして販売してんの。とかね。まあいろいろあるんですよ。エピソードが、うんうん。そして何よりも面白いのが、ピーナッツくんとポンポコの掛け合いです。あー。ピーナッツくんの言葉のセンス。うん、完璧、うん。真似したい。憧れてるもんね。憧れです。うん、何度も見て真似できるように、こう脳みそにね、こう擦り込んでるから。いつも見てるもんね。そう。うん、そのうちね、俺の頭はピーナッツになってる。よりピーナッツくんになれるかもしれない。お、頑張るわ。そもそもピーナッツくんとポンポコの関係は？兄弟。兄弟でやってんの。これ言っちゃダメだったかもな。言っちゃダメなやつ。言っちゃダメなのかもしれない。あのね、うん、ご主人様が一緒。ちょっとよくわからない。要は海の親が一緒みたいな、ね。あ、そういうことか。あ、そう設定ね。そうです、そうです。あ、うん、兄弟です。兄弟ですか。兄弟です。あ、だから掛け合いがうまいんだ。うん。だから傷つけるとかそういうこともないのよ。暴言吐いても兄弟って思うと、いいよね。兄弟だしって。そう。俺とリーサの間も結構気使ってるもんね。うん、そう。なのにいつも気持ち悪いっていうの。ほら、気持ち悪いってなかなか言えないじゃん。動画以外は確かに言われたことはない。でしょ？うん。けど、言ってる？あの二人はきっと。きっと言ってるね。うん。きっしょって。それぐらい言える関係じゃないと、一緒に VTuber にならない。そうだよね。いや、パパがめちゃくちゃ熱く語りましたね。そんなことないよ。珍しい。そんなことない。全然熱くない。熱いよ。いつもこれぐらい熱くしてくれればいいのにさ。いつも、うん、うん、へー、だもんね。なんて返そうかなっていうピーナッツくん頭で考えて、頭の中パニックです。ツッコミのためにいっぱいピーナッツくんを勉強してください。はい。はい。わかりました。はい。というわけでね、VTuber 推しができました。これからいっぱいグッズ出るといいな。ママの気持ちわかるといいな。グッズは買わないよ。俺は手元に残って楽しめる、いつでも楽しめるグッズしか買いません。ああ。アクスタは本当に買わないかな。あ、ジオラマ1個ぐらいだったらいいかな。ああ、かわいそう。かわいいだろうね。なんで急に哀れんだろ、今。違う。かわいそうじゃなくて、かわいいだろうな、の意味のかわいそう。ずっと思ってたんでしょう。違う心の中に。違う違う。うわ、こいつ、推しがいなくてかわいそうだなって言って。違う違う違う。マジか。傷ついたわ。まあでも、俺が推しを紹介してるときは、ママどん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 悪口言ってほしい。あ、わかった。うん。気持ち悪いって言っていいんだね。そういう動画にしたい。わかった。これを見てる皆さん、リーサが悪口言っても大丈夫です。お互いの推しは罵しで会うと。俺別に罵しってないよ。いつもいつも、ね。何？うん、って気持ち悪い。最近罵らないようにしてるじゃん。そうだね、最近気使ってるから。そうだよ。俺はでも違うの。一人が押して、それを見て、ああ、気持ち悪いな、こいつっていう動画を作りたい。わかった。だから、言って。うん、わかった。パパ気持ち悪い。というわけで皆さんにもおすすめです。いろんな企画やってるから、普通のね、YouTuber がやるような企画もやってるから、うんうんうん、そういう企画から入っても全然面白いと思います、ピーナッツくん。ゲーム実況ではないってことだよね。あ、ゲームはしてない。はいはいはい。うん。あ、それこそ100均のレビューしたりとか、身近なものだったりとか、よくわかんない動画撮ったりとかもするし、うんうんうん。あと、ゆるキャラグランプリとか、一応ポンポコも、ピーナッツくんもゆるキャラでグランプリ撮ってます。すごっ。ゆるキャラとして、うん、ゆるキャラその他部門みたいな。へえー、そんなのあるんだ。そう、ピーナッツくんが最初撮って、次の年にポンポコ。すごい。
みんなあんな気持ち悪いの好きなんだね。まあファンはねいっぱいついてますよ。だっておもれえもん。面白いのはわかる、面白いのはすごくわかる。でもいつも思うの、パパの画面見てピーナッツくんの顔見れば見るほど気持ち悪い。そんなことないよ。ポンポコは可愛いの。そしてママ割とポンポコ好きだよ。キャピキャピ VTuber 好きじゃないんだけど、ポンポコの喋り方とか声のトーンはすごく好き。あ、普通だよね。そう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 。良くも悪くも。そうなの。ピーナッツくんに対しての毒舌が好き。面白いでしょ。面白いよ。そういう動画を撮りたいです。はい。今後とママよろしくお願いします。お願いします。頑張ります。はい。はい。というわけでね、まあピーナッツくんとかポンポコってあんまりグッズとか販売しないし、たまにしかコラボのポップアップストアとかやらないから、うんうん、そういうのが出たタイミングで俺がたまたま行けば紹介します。わかった。はい、楽しみです、うん、ついこの間までやってたんだけどね。あ、ちょうど終わっちゃったんだ。そう、ツタヤの他にもう一個やってたの、渋谷で。間に合わなかったんだ。それはそう、クッピーラムネとコラボした。それは残念だね。はい、というわけでまあそういうところ行ければね、うん、今後も紹介させていただければなと思いますので、はい、ぜひドズル社ともども、うん、ポンポコチャンネルピーナツくん、うん、よろしくお願いします。お願いします。何とぞ。はい、お願いします。よろしくお願いします。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。